あら、そんな。あ、プロデューサー、お疲れ様です。すみません。ついつい動画に夢中になっていて、最近事務所のみんなで写真や動画をシェアしているんです。今見ていたのは、私が好きそうだって送ってくれたものです。事務所でみんなの猫ちゃんが集まって遊んでいた時に、ほら、ちょっぴりドジをしちゃって。かわいいですね。飼い主さんの前で、毛糸玉にいたずらして絡まっちゃったんですって。でも、いたずらしたいって気持ちもわかりますよね。きっと、飼い主さんのいろんな顔が見たかったんですよ。驚いた顔も、困って苦笑いする顔も、どれも好きだから。あ、プロデューサーのお話を聞くんでしたね。この時期なら、ハロウィンパーティーのお誘いでしょうか？当たりですね。私も、頑張って仮装します。プロデューサーは驚くかしら？もしかしたら、笑っちゃうかも。楽しみにしていてくださいね。あら、プロデューサー。見つかっちゃった。私の仮装はまだ準備中なんです。トリックオアトリートには、まだ少し早いかも。私は、ミイラの格好をしようとしたんですけど、ご覧の通り、絡まってしまいました。包帯が崩壊しまして。まだ酔ってはいませんよ。ハロウィンフレーバーのカクテルを飲むのは、パーティーが始まってから、プロデューサーと乾杯してからです。最初は、なんとかしようとジタバタしてみたんですけど、余計に絡まってしまったので、ゆっくりほどくことにしたんです。パーティーまでは時間もありますし、プロデューサーの意外な笑顔も引き出せましたから、ゆっくりでよかったみたいですね。あとは、プロデューサーにも手伝っていただけたら嬉しいです。私がやると、また余計に絡まってしまいそうで。ミイラにいたずらされたいなら、その後で。それとも、今、私にいたずらしてみます？プロデューサーは、どちらかしら？トリックオア？